これで赤罠を生み出して、で黒草。おお、え、なんかいい感じしてきた。はい、ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。というわけで、ウーロ禁止されてしまいましたね。いや、ウーロといったらやっぱり報酬を回す4色を出すで、すごく活躍していた、カードではあるんですけれども、禁止されてしまったということでですね、まあ、オーナスデッキはかなり弱くなってしまったわけなんですけど、ウーロといえばね、まあ、脱出を行う巨人ではありますが、エルダー巨人はね、一種類じゃないわけです。そう、もう一体の巨人、クロクサがいるわけなんですね。なんで報酬を回すにクロクサを入れたらもしかしたら強いんじゃないかということで、今回は4色オーナスからさらに進化した5色オーナス、ダークオーナスを回していきたいと思います。まあ、正直強いかどうかわからないんですけど、5色にしてみたらね、面白いんじゃないかと思って今回ね、動画撮ろうと思ってます。黒要素としては、まあ、クロクサ、まあ、ちょっと4枚多いかなと思ったので3枚程度に抑えています。そして、ニッサですね。まあ、このデッキすごい上陸するんで、まあ、相性がいいなって思ったのと、まあ、除去されたオーナスをニッサで復活させたりとか、まあ、ミネの恐怖とかでも相性がいいので、まあ、かなり黒のアクセントとしてはいいカードなのかなと思って、採用しました。というわけで、まあね、実際どうなるのかという話ですが、まあ、まずマナベースも結構ぐちゃぐちゃですけども、果たしてちゃんと回るのかというところも含めてね、やっていきたいと思います。では対戦いってみましょう。さあ、お、初手にコブラがあっていい感じですね。まがしいてるだ。白は出ないが、まあ、工作からも出せそうなので、いいと思います。まずはトライオームをセットと。これがベラッカの洞窟ということで、青黒系のデッキですね。さあ、じゃあここは、まあ、沼でいいかな。ブラッカ、あ、でも沼を置くと次オムナス引き続き出せないのか。あ、結構土地の置き方難しいかも。お、黒草来たが、これを山で置いて、緑出すと。で、これと、これで、工作打ちます。で、島を持ってきて、島と平地を持って、平地をセットランドして、これで、赤罠を生み出して、で、黒草。おお、え、なんかいい感じしてきた。え、すごくない？なんかいい感じしてきてるよ。そんなんありかみたいな。コブラずるすぎる。こいつさ、好きな色のマナが出るっていうのは本当に強いよね。アタックしてもいいが、13とか出てくるってことだからな。こいつは攻撃しないでおこう。あ、タスの介入が捨てられた。なんてことは、ローグじゃなかったかな。ローグじゃないということは、殴ってもよかったね。これは。ちょっと、黒臭いテンション上がってしまいましたけれども。さあ、カウンター構えのような感じのですが、まあ、普通にアタックしますか。はい。ここは何もせずですね。あれか、ここから、ここさ、タップインして、タップインして、赤出して、まあ、どんどん出していこう。家の恐怖。カウンターを恐れていては何もできない。まあ、ここはタスの介入で、はい、カウンターと。さあ、相手は4枚目の土地を置いて、さあ、何か仕掛けてくるかな。お、まあ、とりあえずは構えておこうという感じですね。じゃあ、まあ、コブラでアタックしていきましょう。ここで動くとね、基本的には次の何か来るのが怖いはずだから、と思ったけど、ここでやってきた。そっか。じゃあ、まあいいか、しょうがない。ちょっと手札が怪しくなってきたけど、まあいいでしょう。ミドマンの1個しかねえな。お、オムナスを引いた。はい、お、出たね。このスタックで、はい、強くと。そうだな、島を行ってインダスのトライオームをあれだな、サイクリングして次のターンクロクサを復活させてもいいね。まだあるよね。黒黒、あ、黒黒、赤赤ある。すごいマナベースだな、マジで。あ、忘れた、間違えた。
いや、何やってんだ。とりあえず反応攻めていくか。やばい。ガバガバ。これ食らい尽くしよってきた。はい。あ、ウギーを捨てると。やば、今ので結構損したな。ちょっとこれは俺のプレイングがガバガバすぎてないかもしれない。まあ、とりあえずちょっと脇を取り直してトライオンとでワンドロー。はい、おオムナスを引いた。これオムナスとクロクスはどっちもいけたりしない？まずはじゃあクロクスからいくか。クロクス行くといけそう。女造獣があるからいけそうだね。キン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 。またこのキンキンの鎖の音を聞くことになると。もう絶滅の警御、そして捨てると、そしてオムナス。ふざけてるのかっていう。やばいよこの絵面。はい、そしてこの置いて4点ゲインと。あもう一枚持ってたか。しゃあないね。でもここはこれ何物語ないくてこれ打てないんだ。赤か。ではこれセットラの下方がいいんです。で図銀だぞ。はい、めちゃくちゃパワーカード全部入れました。いたこのスタンダードにあるパワーカード全部入れましたデッキだからね。あーこれくらい尽くし持っている。でセットだと。はい、そしたら発生の根本原理。え、全部土地だが。あ、サイクリングで持っといた方がよかったのこれ。ミスった。なんかノリで置いちゃったけど。まあいいや。まあファイブドローしたということで。まあ5枚セットランドしたということで。あ、ニスタいいね。ニスタでもいないのか。残念だ。これ誘発させる前に能力触った方が良かったか。結構むずいな。やばいな。結構。まあ、これ結構、相手としてはかなり嫌だよね。すごい。デッキに入ってるカード全部使ってる感じする。ただ、手札欲しいね、そろそろ。お、シビエのしかみつき。で、ワンドローね。このあと、ニスタ使いづらいか。気境を使おうかな。はい、はい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 。ひどすぎない？ひどすぎじゃないこれもう。あ、とりあえず根本原理か。はい、雑に打ってこう。うわー、これはひどい。OK、 もう適当に誘発してくれ。結構相手としてはもうやべえなって感じじゃない。もう、よくここまで頑張ったなっていう。さあ、チリのしがみつきをもう一回使って、あれですね、ワンドローしていくと。青かな、青と、緑。で、セットランド。はい。白か。で、なんか根本原理です。ひどすぎ。はい。これでフルだよ。
やばい、わけわかんなくなってきた。とりあえずこんなところから、次のターンまだ使えるから、あ、OK、で土地をアタップしてアタックすると。結構いい、さすがにめちゃくちゃだろこれは。俺が いくらガバガバプレイをしたと言ってもあー、ちょっとムギン様困りますよ、そういうことされては。はい、ムギンで、でもこれで行ってしまうな、悲しい。さあ、だがひどいのはオムナスを引いてしまったということだ。あ、デッキがあと8枚しかない。ミッサを出す。ポンポン出しつつ。はい。セットラウンド。出る。二年の恐怖を出す。あ、これであれか。4点与えて。あれ4点。違う。土地あるかこれ。ねえ。これ打って土地置けばいいのか。でライブアリアなくなるんだが。置いて4点当てて、ヘイ勝ち、ふざけるなっていう勝ててしまうひどすぎこのデッキ。はい、というわけで闇落ちオムナスデッキいかがでしたでしょうか。ダークオムナスね、まあ、コントローラーいたわけですけれども、まあデッキ全てを使って勝利するというね。まあウギンは結構意外と吹っ飛ばされて負けることもあったね。対処されてしまったことも多かったんですけれども、まあマナが揃えば回るかなっていう。だからまあコブラとニョドーズがいないと、まあ、ちょっとさすがに5色デッキは回らないわけなんですけど、まあ、思ったのは結構ね、土地の置き方が難しいなっていうところですね。沼を行っちゃうとね、オムナスが出なくなっちゃうから、すぐ1個3ターン目4ターン目にオムナスが出なくなっちゃうので、まあ、結構土地の置き方は難しいのかなって思いました。まあ、西田は結構良かったイメージです。相手にちょっとチリアリのしがみつきがあったので、大マイナス効果使えなかったんですけれども、まあね、積極的に使ってもいいのかなっていう感じがしましたね。まあ、ただ追放ジョブが多かったってもあるんですけど、まあ、オムナスがすごい強いですね、やっぱね。このね、4マナ出した時の使い道が結構いっぱいあるから、報酬オムナスと一緒で。だからそれがね、すごく、とりあえず雑に、クロックスを入れても、まあ、デッキはそこそこ回るよということで、まあ、よかったら皆さんね、まだね、鎖の音、キン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 って言った人のね、鎖の音が聞きたいという方は、ぜひね、このダークオムナス回してみてください。また、このチャンネルを運営しているハレルヤは、全国各地に11店舗を展開する、日本最大のマジック専門店です。どこよりもお手軽にカードを購入できるオンラインショップは品揃え抜群。最新のデッキリストや戦略誌も豊富ので、ぜひ一度概要欄のリンクからアクセスしてみてください。まあ、ぶっちゃけて言うと、4色オムナスの方が強いですね。はい、というわけで、よろしければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、トロピオ塚でした。また次回。